皆さんこんにちは、富士見市長の星野光弘です。どうぞよろしくお願いいたします。市民の皆様には日頃から新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力を賜り、心から感謝を申し上げます。また毎日昼夜を問わず命を守るためにお力添えいただいております富士見市医師会の皆様、そして医療機関の皆様、福祉機関の皆様に心から感謝を申し上げます。本市の感染状況についてですが、ゴールデンウィークのあった5月の市内感染者は5月の10日までで42名となっております。ゴールデンウィーク中の10万人あたりの感染者数は県内の市において上位となっております。こうした中、本市も適用区域となっておりますまん延防止等重点措置の実施期間が5月31日まで延長されることとなりました。そのため市では5月の10日に新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、市主催のイベントなどを原則中止とすること、そして公民館、交流センターなどの屋内施設の新規の予約受付および午後6時以降の利用を停止する対応を5月の31日まで引き続き行うことを決定いたしました。次に、感染拡大を防ぐための切り札となるワクチン接種の状況についてお伝えをいたします。先行接種していましたイムス富士見総合病院で実施されているおよそ2000名の医療従事者をはじめとする市内医療従事者へのワクチン接種につきましては、5月15日に2回目の接種が終わる見込みであると聞いてございます。高齢者のワクチン接種につきましては、これまでシミュレーションを行うなど綿密に準備を進めてまいりました。そして5月10日に85歳以上の方を対象としたワクチン接種を集団接種会場であります健康増進センター体育館で開始をいたしました。私も会場で立ち会い、接種を受けた方へお話を伺いました。皆さんワクチン接種を心待ちにしており、注射の痛みもなく早く打ててよかったと話されておられました。富士見医師会の先生方のご協力もあり、スムーズに接種をスタートすることができました。5月の24日には市内22の医療機関での個別接種もスタートし、いよいよワクチン接種が本格化いたします。今後のワクチンの配分量につきましては、5月の10日の週から17日の週にかけて10箱、回数にして1万1700回分のワクチンが届く予定でございます。それ以降も接種に必要なワクチン量が配分される見込みとなっております。接種券の送付については、予約の混乱を避けるため年齢順に送付をすることとしております。5月12日に84歳の方へ接種券を郵送いたします。接種券がお手元に届きましたら、速やかにワクチン接種の予約をお願いをいたします。65歳から83歳までの方への接種券もワクチン配分量や予約状況を考慮して順次郵送いたします。75歳から83歳までの方へは5月31日までの週に、65歳から74歳までの方へは6月28日の週までに郵送する予定でございます。これからワクチン接種を加速化し、7月末までに接種を希望する
65歳以上の方への接種を終えることができるように、富士見医師会のご協力をいただきながら、全力で取り組んでまいりますので、よろしくお願いをいたします。また、ワクチン接種をすれば、新型コロナウイルスに感染しないというわけではございません。市民の皆様におかれましては、今後もワクチン接種後も、マスクの着用など、手洗いなど、基本的な感染拡大防止対策にご協力を引き続きお願いをいたします。本市におけるまん延防止等重点措置が5月31日まで延長されることとなり、県境をまたぐ移動の自粛、不要不急の外出自粛、飲食店においては営業時間短縮やお酒の提供終日自粛することなど県から要請されております。引き続き5月31日までの間、市民の皆様、事業者の皆様には特に3つのことをお願いをいたします。1つ目、県境をまたぐ移動の自粛についてです。県境をまたぐ移動、特に感染力が高いと言われている変異株により感染が拡大している東京都などへの移動自粛をお願いをいたします。2つ目、飲食店の皆様へお願いです。飲食店の時間は午前5時から午後8時までとし、お酒の提供は終日自粛をくださいますようお願いをいたします。また市民の皆様におかれましても、午後8時以降の飲食店などのご利用をお控えくださいますようお願いをいたします。3つ目は感染リスクが高い行動の自粛についてです。たとえ野外であっても飛沫感染などのリスクは存在します。路上、公園などにおける集団での飲食など感染リスクが高い行動の自粛をお願いをいたします。県内でも新型コロナウイルスの変異株による陽性率が増加し続けています。一人一人が大切な命を守るために、より一層感染予防に努めていただき、富士見市一丸となって新型コロナウイルスに打ち勝ってまいりましょう。ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。